2月に開幕した J1 リーグもいよいよ最終節。今シーズン監督交代のあったチーム同士の対戦です。最終節で残留決定はなるんでしょうか。2022明治安田生命 J1 リーグ第34節、鹿島アントラーズとガンバ大阪の一戦をお送りします。では改めて鹿島フォーメーションご覧いただきます。前節から4人を変更してきましたけれども、今日のポイントはいかがでしょうか。前節このアンカーに入っている三沢が非常にこういい働きをしましたから、もちろんその相手がボールを持っている時には4-1-4-1のシステムからこの4枚が少しサイドが前に競り出して4-1-2-3みたいな形になりますし、そこの部分でガンバのビルドアップをどう封じ込めるかですね、そういったところのいい守備から攻撃のリズムを作っていきたいですね。今日は広瀬、泉、樋口、そして海輝、この辺りが先発起用です。対するアウェーのガンバです。こちらは2人を変更してきましたがいかがでしょうか。しっかり 4-4-2 のオーソドックスなシステムの中で、やはりこう前線の2枚でしっかりボールを収めること、特に宇佐美が広範囲に動いてしっかりボールを収めることで、しっかり2列目がパワーを持って攻撃に出ていくことができますし、そういったところのまず前線で起点を作ることですね。そういった中でしっかりラインを押し上げて、鹿島陣地に押し込んでいきたいところだと思います。こう見ていても本当スペースがほとんどないですよね。それで樋口、広田海輝、中を見てかわしながら海輝、海輝のシュート、鈴木こぼれている。ハンドアピールしていますがノーホイッスルです。で鹿島は今ラインを上げていきました。メシの中を持っていく宇佐美、浮かせて背後ファンデラーノ、早川が出る。素晴らしい、非常にコンパクトな陣形をこの鹿島も整えていた中で、このライン間で受けるメッシの宇佐美のうまさで、最終的に地上戦ではなくてこの空間を利用しましたけど、しっかり早川も出足のいい守備で対応しましたね。またしても鹿島が前線にボールを送っていく。鈴木だ、鈴木キーパーかました。鈴木折り返すことはできませんでした。ただ今の一つのこう動き出し、そして抜け出し方、かわし方を見てもやはり鈴木優真はストライカーらしいなと思いますし、やはりこのゴール中央でプレーさせた方が相手にとっても危険かなと思いますよね。前線で松村が呼んでます。中に持ち込んで逆サイド、右で受けたピッカー中に運んで、そして展開です。泉、中3人、クロスボール打っていったか。東口、泉が蹴ったボールはゴール方向に向かっていきました。キムミンテ広げて松村、ここからつく松村、イグルクロスボール浮かせて鈴木、跳ね返って海輝が拾う。近田、ピクタ、ピクタ左足、脇村行ってみました。非常に迫力のある一連の鹿島の分厚い攻撃になりましたよね。さあ、クロス、宇佐美がボールを収めた。飛んでいく宇佐美、シュートだ。枠のわずかに右、ここで宇佐美がシュートを放っていきました。ドローゲーム、お互い勝ち点1を分け合っています。ガンバ勝ち点1を上積みして勝ち点37、そして高以上の結果を待つということになります。
さあ今選手たちがガッツポーズ、サポーターも沸いています。他会場の情報を今確認したようです。まあ、これはホームの鹿島のサポーターからも、まあ、温かい拍手になってますよね。残留のライバル京都と福岡、その結果を確認して今選手とサポーターが沸きました。